愛知県ではすごく有名な超 A 級 B 級スポット桃太郎神社に約6年ぶりに行ってきたのでご紹介しましょう。桃太郎神社の特徴はちょっと荒れなコンクリ像がやたらと設置されていることなんですが、野ざらしになってるもんですぐボロボロになっちゃうんですよね。だから6年前こんな感じだった像もこんな感じに、こんなだったのがこんなに、逆にちょいちょい塗り直しているようで綺麗になっているやつもあります。こんな感じだったやつはこんなに綺麗に、全裸で誕生していた桃太郎もこんな感じに。ああ、6年前はなんか違和感あると思ってたけど肌が真っピンクだったからか。こちらは桃型の鳥居、なんというかエッチな雰囲気しかありません。桃型の鳥居をくぐれば悪は猿、病は犬、災いは雉って、何うまいこと言ってんだ。こちらは宝物館、桃太郎関係のお宝が所蔵されているんですが、ま、これはいいとして、この犬は桃太郎関係じゃないと思うんですが、こちらは鬼の子のミイラの写真、だから鬼は存在したのだということみたいです。こっちは鬼の首の写真、本物かな。そしてこちらは写真じゃなくて実物、鬼ヶ島で発見された鬼のチンポ、多くは語らないでおきましょう。